しい夢の続きまで。それでは3本作コラボイブ2人実況プレイパート5、うん、やっていきたいと思います。いきましょう。前回はね、箱開けてパンドラの箱開けちゃって、うん、でパズドラに喧嘩を打ってこれはあ、これはこっちか、あれが見えてたのか。そうそう、喧嘩を打ってないよ。なんか1匹増えたね。うん、気持ち悪い。なんかガっぽいな。あ、暖かい、太陽風が暖かい。おー、あ、溶けるかもしらんな。小さな鏡を地面に置いた。噛んだ。屈折的なあれ。おお、さすが。あ、ドアの氷が溶けたわ。なるほど、光の反射を利用したのね。でもさ、今ギャリーと話すっていうのあったから話しといたらよくないか。うん、それにしても随分進んできたよね、私たち。うんうん、いつになったら出られるのかしら。いい加減足が痛くなってきたわ。現実的だな。いっぱい話そう。あ、変わるの。そうそう、いろんな絵が動いたり飛び出したりしたのを見てきたけどさ、うん、なんか絵が動くことに驚かなくなっちゃったわよね本当だったらありえないでしょ。トリックアートも目じゃないわよ。そうですね。ちょっと思ったんだけど、どうしてメアリーは私たちについてきたのかしら。寂しかったんじゃん。私たちをからかうためにっていうことも考えられるけど、なんか違う気がするのよね。いまいち彼女の目的が分かんないわ。まあ目的なんてないのかもしれないけど、うーん、とりあえずパレットナイフを持ったのを追いかけてくるのやめてほしいわやばいよね、完全にもう抜刀状態だったよ ね、あれ。もうなんかあったら問答無用で刺されそうな気がするよね。まあでもさ、あのイブとメアリー2人だけになった時に、うん、私たち下に向かっての階段降りてばっかり。本当にこっちでいいのよね。ごめん、言っちゃった。今のは忘れてね。はーい。はいっす。いい子だな。これは今のと一緒だ。うん、いや、それでさ、イブちゃんと二人の時にさ、うん、なんか二人しか出れなかったらどうするとかになったじゃん。うん、あと、うん、あの、ギャリーが、うん、あのピンク色のさ、弾を取るために、うん、本棚見てた時にさ、はい、物質の交換的なもの。あったあった。だから、あの子もどうにかして出ようと思ってんじゃん。でもリアル2人しか出れないってこと。だからてか、あのメアリーが、うん、若干ネタバレになるけど、うん、メアリーっていうこの世界の住人が、うん、イブたちの住む現実世界 に行くには、うんうん、現実世界の人を一人多分犠牲にしないといけない。うーん、こっちの世界に残さないといけない。それが物質の交換っていうか存在の交換っていう話みたいで。さっきパンドラの箱からなんか飛び出していったわよね。あれって何だったのかしら。なんか良くないものだったら嫌だね。まあ多分良くないものでしょうね。いろいろあったね。あとないのかな。大丈夫かな。だってパンドラってあれ開けるとなんだっけ、死ぬようになるんだっけ、年取るようになるんだっけ。ほんとね、ギリシャ神話だとその人間のすごく欲望とか、うん、そういう悪いものを全部詰め込んだ箱があって、うん、それをそれのなんていうの、守り人みたいなのでパンドラっていう女の人が選ばれたんだけど、うん、その人が開けちゃってバーって割れて今の世界になりましたみたいな。あのなんかリンゴ的な話とか。あ、そうそうそう、ちょっとあの押すなよって言っといて押すとか、そういう言われるとやりたくなるみたいなね。そう、イブバラの花はちゃんと持ってる。持ってます。しっかり持ってなきゃダメよ。誰かに渡すなんて持ってるのはこれ2回目大事なことだったんだな、ね、それにしてもなんでこんなバラがあるのかしらね。そういえば美術館で精神の具現化というバラのオブジェを見たけど何か関係あるのかしら、ね、子供があれ撮りたいって。そう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 、つまんないとかしたやつ、うん、だいたいいんじゃねえか。ここで話しておかないとツールエンドにならない。あ、そうなん。そう、すいません、ちょっと携帯の メールが来ました。すいません。はい、音消えたんだけど。またえん、あ、秒針。これうちの時計じゃないよ。知ってるよ、知ってる知ってる。びっくり、そんな音するような時計ないでしょ。うん、うちデジタルしかない。ハート目三日月。あ、これさっき飛び出しちゃったやつか。うん、で何なの。ハート、そのボタンは何なの。お日様だよね、これ。これお日様だね。お日様ってあったっけ。4個目だな。4個目だね。4個目にこれを押す、ここ押すのかな。そう、これこのフィールドに対応してるでしょ、だって。
あ、そうなの。多分最初なんだっけ、ハート、ハート目三日月、ハート目三日月太陽、ハート目三日月太陽、ハート目三日月太陽、このぐらい言えば、あ、なんかこんなんあった、最初からついてたっけ。ここはまだ鍵、あ、ハートハート、最初ここだ、ここか、さすが、やったで、月だ。おお、水面にうっすらと三日月が映っている。違う、目だろ、目、あ、目だっけ、次は目でしょ、メロになってんぜ、なんでこんな気になったんだろう、目、目、これぐるぐる、 あ、ぐるぐるな、ここ開いたっけ、あ、美術館か、美術館、あとはね、あ、ね、そいつじゃん、え、違う、そのオレンジのやつが、こっち来い、避けられてんな。でもこれ目玉だよね、明らかに、多分あの目の模様がついてるっていう、じゃあ絶対これじゃん、他に目ないもん。で、何なの、ハート、あ、ハートはあれか、ハートはここだったよね、これ間違えた、多分ダメージ。次なんだっけ、目はここ、ん、ここ、あ、正解だよ。で、三日月がそこだな、ここだ、池だったから。で、太陽はここ、それだね、星ってなんだ、分かんないけど、リンゴはこれだろ、あのお家だよね、ここだろ、そこだっけ。猫は、猫って何、え、真ん中のやつ、猫か、これ何それ、分かんないけど、渦巻きは分かるんだよ、あの掲示板にあったやつな、そう、ここ、ここ、ここ、こっちだよ、ね、星はもう一回 やり直すか、もう一回出てみよう、出ると多分リセットだ、あ、ここ行けばあるかな、とりあえずセーブ、うん、ちょっとさ、最近登場していないさ、うん、メアリーちゃんも気になってくるところだよな、これ急にバーって出てきたら怖いよね、だってあれ持ってうろついてるわけでしょ、うん、そういうこと、なんか誰か首つってんですけど、リンゴってこれ、お、あんじゃん、なぜか一つだけリンゴがなってる、じゃああれは星は、星は、星はどこにあんねん、ちょっと足しびれた星を探して、星はこれなんだろう、煙じゃん、あ、そう、星は水色の星があったよね、これさ、ま、待って、真ん中まで戻っと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 どうした、下下ってさ、うん、右側って言った、これはリンゴのとこでしょ、果物畑のとこか、でもさ、他のを全部見つければ星はここだよねみたいな、でもさ、すっげーやらしい感じの解き方だな、真ん中のなんか猫みたいなやつもわかんないよね、うん、あれちなみになんだと思った、最初あそこ開いたっけ、あ、ごめん、来たわ、これはあのメアリーが来たところ、うん、あれあと入ってないとこない、あと鍵がかかってるとこ、じゃあそこ、あ、ハサミびっくりした、これはこれでしょ、待って待って、確認していこう、あと分かるんだけど、うん、リンゴも分かって、グルグル、星とさ、青いやつが分かんない、やべえな、あの道通りたくねえな、これはいっぱいあるもんね、ハートだよね、あれなんかさ、どっか、あ、違うか、なんだろう、これ三日月だっけ、一つのフィールドに2個はないはず、この家入ったっけ、あ、入ったね、入った、入った、星は花調べるか、さっき開いたから咲いている、そう、チューリップが咲いているねみたいな、やばいやばい、あの2箇所が分からなくて詰んだ、こんなとこにあるわけはない、どこ、この真ん中の道ってもう通った、
はこれ。うん、それ開いたっけ。いや、紙かかって。おもちゃ箱どこにあんの。こんな話じゃない。まあ、それはそうなんですけど。積んだ積んだ、やば。いやでも逆に2個しかないから分かんないとこは、うん、やってみてダメだったら違う方でやればいい。やらしい。ハートはここだっけ。うん、押す。で目は、目はどこにあったんだっけ。あ、蝶だ蝶。あ、そうそう、ここだここ、うん、で次が月でしょ、うん、次が太陽。なんかイブちゃんの夢の時と同じ音で嫌なんだけど怖いね、うん、で星どことどこが先だっけ。ぐるぐるはそこだよね。ここだよね、うん、でリンゴはここ。そこだね。ってことは余ってるのはどこ。下2つか。ここ2つ、うん、どっち2択だよ。やってみてダメだったら、うん、まあやってみたら一発でわかるよ多分、うん、ダメージくるから。それでいいんじゃん。じゃあ1回だけ。え、はい、何でした、はい、そこが違ったのね。じゃあ1回ね出てやり直しましょう、うん、じゃあさ、ちょっともう1回さ、うん、さっきミスったところがあの猫だったってことだから。そう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 、ちょっと覚えてて。これハートでしょ、うん、で目はここだろ、うん、はい、次は月がここでしょ。前半なんかプロくなってきたな、うん、お日様がここだろ、うん、で次はここだってこと。そうだね。え、はあれあれあれ、やっぱいじってくるじゃないとダメってこと。そんなうちこれ回復できるとこあるっけ。あ、カビもあるよ。あ、じゃあとりあえず回復をして。え、ここで倒る。うん、うっそ。いや、これ1回だよ。困った。何これ。さっきのミスターとかカットしとこう。なんでしょうがないよ。あたかも一発でいったかのように、一発でいったかのように偽装する、うん、そういうコメントでいこう。マジか。いや多分面白いと思ったらそのままにする。あれ気になるんだよね。さっきからさ、私あれとか言ってっけど何も通じてないよね。これそこの白いのでしょ、うん、まあ、調べられないんで。ちょっとさ、うろうろして探してくんない。私がうろついていいってこと。そうそう、これがないの。ここに星とかできたら最悪だと思うけど。でも同じとこさせないんだろ。そうそう、さりげなく携帯見んなだって親だったら困るじゃん。うん、違いましたけど。あのさ、なに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 、これが目なんじゃね。え、でも間違ったところを踏んだ時点でベッってダメージくるんだよ。あ、じゃあ目は合ってんのか。でも目は外れてないはず。ってことはぐるぐるとリンゴの場所が間違ってたのかな。ん、ちょっと待って、ねねねね、これさ、さっきミスったのってここと、うん、下2つここだよね、うん、で、じゃあここに行ってみればいいのか、下2つに。そうすればわかるよね。あ、そうだね。おお、頭いい。ウィーン。でもさ、下って2つっていうほど。そこじゃないよね。反対側の星だろ。これが真ん中ってこと。それがぐるぐるが真ん中なんだ。じゃあこの端っこだよね。星なんかある。そんなの連打したって変わらないよ。空っぽだよ。これはメアリーちゃんが描いたのかな。どうなんだろうね。ゲルテナではなくない。いきなりこんな子供の絵を描く。幼少期の絵。あ、待って待って、何そこ調べられんのに。ひょっとして、あ、ダメだ、ね、ちょっと待ってちょっと待って、リターンリターンリターン。こっち、うん、これ気になんだよ。入っちゃう。
調べらんないけど、これなんだろう。おお、たまに来るね。この先美術館。蝶々公園。星ね。あとは猫。星にあんがわかんない。でもここがぐるぐるだってことは、ここかここなんだね。あ、じゃあこっちもう一回調べに行ってみようか。こちらさ、地図がわからないってことだよね、うん、そうだねでも地図記号よりよっぽど難しいよ。真ん中にぐるぐるがあるんだよね。これが真ん中なんだな。じゃあここに何があるの。ん、ここだろう。やっぱこの家に何かあんだろう。じゃあ入ってみよう、もう一回。うん、星だー、やったー星だー。よし、冴えてる。で、あと何が分かんなかったんだっけ。あとは残ってるからいいよ。いやでもあれも正体知りたいじゃないですか。ここまで苦戦したら、ここまで来たら。この辺だよね。でもあれによればさ、ここにあるはずなんだよね、猫。ん、お、出るんじゃん。それ何、左端にあるさ、やばそうな口。わかんない。いけない、あれ、いけない、いけない。なんで出れたの。いいや、しばらく歩いてみよう。攻撃されるかもしれない。あ、そうなの。うん、もういけ、お、戻った。ん、なんだろうね。なんかさ、赤くチラチラしてんのは汚れ、それとも画面。画面、なんだろうこれ。何、なんか気になるな。これ以上いけないっていうね。調べらんないし。なんか見えるかわかんないけど、うっすら黒いの入ってるよね、うん、道的な。あ、そうそうそう、黒いクレヨンで。でも多分これがあれなんだ、きっと猫なのかな。わかんないけど、とりあえずもう一回チャレンジしてみよう。よし、ハート、目はこれ、うん、次は月だから一番右、これ、うん、で、お日様、あ、違う、行き過ぎた。はい、で、星が一番右下、これだっけ、うん、よし、次は渦巻きだから真ん中や。真ん中、はい、で、待って、なんだって、リンゴ、リンゴ、ここ、うん、ここ、うん、おー、一発だねそうだね、やったよプラスチックの鍵だよ。どこだろう、プラスチック。あ、ここかな。ここ鍵かかって、あ、いたいた。セーブセーブセーブ。やべ、なんかもう音楽がやばそう。やばいよ。調べちゃうか。まあ、おもちゃ箱ここや。あ、やばい、なんかイベントだよ。これがおもちゃ箱、大きいわね。それにしても何も入ってね。この中に鍵があるって書いてあったわね。そこが見えないんだけど、本当にこの中にあるのかしら。うおぉ、わお、行ってみたら。ひえじゃあ、いやでもまだメアリーのこと私は好きだよ。マジで、うん、ビジュアルが可愛いから。え、あ、動けんの。もう動けない、まだまだ。赤いバラがない。ギャリーもいない。え、その辺散ってんのさ。花びらっぽいね。やべえ、なんかこれね、赤いバラ見つけた、うん、よかった。落ちた衝撃で花びらが散ってしまったみたいな。そんな1しかない。回復した意味、回復した意味ないよ。ギャリーさん、ギャリー、ピエロさんだね。あ、泣いてるやつあったもんな、映画、うん、死んでんじゃん、また。うん、起きてるよ、生きてるよ。いた、う、頭打った。そういえば出会いもこんな感じでしたね。そうでしたね。大丈夫って言っときましょう。あ、そう、そう、よかった。かわいそうじゃん。やべ、めっちゃ石像がこっち見てる。ここいたずら焼きだらけ。ここはおもちゃ箱。私たち上の階から落ちてきたのよね。あの子に押されて。あの子どこ行ったね。鍵を探して戻らないと。花瓶欲しいね。欲しい。でも、あ、う、鍵だ。
やったじゃん。夢の鍵を手に入れた。よし、早く早く逃げろ。なんかヤバそうだから逃げろ。ないんだよ。何この嫌な雰囲気。なんか前にも。え？なになになに？これあれじゃ。やべ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 。気をつけて。え、待って待って。いやー、ひえー。あれも動いてるし、涙出すやつ。あー。おっと。ぶねー。あ、ぶねー。あ、これメアリーの黄色いバラだ。あー、やばい、なんか血に染まってるよ。血かどうかわかんないけど。なに？なんか部屋の雰囲気変わってない？うん、変わってるね。あ、動けた。セーブ、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 まずセーブ。やばい。一個しかないけど。なんかもうさ、だって入らないでって感じ。ここって、お、向こうに階段があるわ。準備した方がいいんじゃないかしら。あ、これ？行く？なんか行ってほしくなさそうだよ。茨が道を塞いでいて通れない。見事に塞がれてるわね。上に行くなってことかしら。そういうことだと思います。なんとか通りたいけど。引っ張っちゃダメ。よく調べてみるね。あ、でもライター持ってんだよな。燃やす？燃やす。そうね、それいいかもね。全然思いつかなかった、私ライター持ってるのに。そうです。よし、じゃあ燃やしてみるわよ。うわー、やった、うまくいったわ。イブ、まだ BGM がいない。この部屋おもちゃ箱じゃないわよね。それよりイブ見える？向こうの壁にかかってる絵、あの絵なんか見覚えあるわ。ちょっと行ってみましょう。行きたくねー。なになになに、なんか音聞こえるけど、誰かいるの？うわー、やっべー。イブにギャリー二人とも無事だったんだ。どうやってこの部屋入ったの？怖え、顔が変わった。出てってよ。メアリー、あんたはこの部屋に近づかないでよな。早くここから出てって。顔が怖い。うわー、やばいやばい。早く早く早く、やべ、また出てった。はあ、出て行け。だってやべ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 、あ、やばい、いい、はあ、いや怖い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 、早い。え、だって今までの赤い服の女以上の速さで来たから、ね、びっくりしたよ。ちょっと続けなきゃまずいでしょこれ。そうだろう。え、もう一回行くのやんだよ。超怖いね。あれが分かってるのに行くわけ。一応よく調べてみる。え、燃やすよ燃やす、もう怖いもんあれで。一応燃やした下りでセーブしとこう。そうだな。一個しかないからな。そうなんだよね。あ、もう分かった分かった。これは分かった。もういいよ。この先も知ってるから。ああ、嫌だ。行きたくね。ちょっと待って、怖いよね。え、もうさ、矢印マーク押しとこう。あ、ずっと。うん。オッケーオッケー。ああ、怖い。うわ。早く押して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 、なんとかして。もうこれしかない。あー、まあお願い、やめてやめて。でももう絵壊れてるよすでに。こっから出てきたんじゃん。 あそっか。やだ、やだ、私もやだ。あ、まあそうなるか。そして流れるこの音楽。はあ、なんていうか、女って怖いわね。あなたも半女のようなものでは。そうなんですけど、まあそれはともかく、なんか思った以上に激しく燃えちゃったわね。イブ大丈夫だった？ガラス浴びたでしょ。え、私の手、あれ本当だわ、切れてる。気づかなかったわ、さっきので切ったみたい。あら、まあこれくらい大丈夫。ハンカチを渡す、渡しましょう。おお、ここで使えるんだね。ここでお誕生日プレゼントが大活躍。あら、ハンカチ使っていいの？これ本物のレースじゃない？なんか汚しちゃうの忍びないわ。本物とかあんの？もう手遅れだけど。あれあれ、超高級なやつ、ほぼシルクみたいな。まあいいや、せっかくだから借りとくわね。ありがとう、ごめん今適当に言った。さて、それじゃあ行きましょうか。いろいろな本重なっている。これはお菓子の本、こっちは絵本だわ。友達の作り方。あ、友達になりたかったのか。俺の中では友達だよ。メアリーを永遠にみたいな。いや、もうメアリー超可愛かったもん、病んでるの前。みんなはお客様を呼んで一緒に暮らすのが好きだけど、私は自分が出かけていってそのまま外で暮らしたい。でも私が抜けるには外の誰かと入れ替わらなきゃダメみたい。早く誰か来ないかな、早く誰か来ない。あ、待ってたんだずっと、うん、まあ入れ替わるためにだけど。片方にとっちゃね、とんでもない話で。うん、はあ、
と一緒に帰りたかったな、うん、はい、じゃあ今回はねパート 5はここで記したいと思います。次回最終パートです、おそらく。はい、それではここまで来たらね、ぜひ最終回も見ていきたいと思います。ぜひぜひ。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。